スタート体制が整って今、合法になりました本日ラスト初日特選第12レースのスタートさあまずは2番1番の順で前を取っていきました2番の中園和義今日は福岡は同県で上野との連係が見込まれます。この中園も 直前の宇都宮の初日の予選はシャープな追い込み決まって予選1着クリアしていますさあ今日は6番上野に乗っての展開ですがその6番上野がゆっくり前に上がってきますこちらは119期生福岡の上野ですここで前後入れ替わって6番上野を入れて2番の中園が下がります福岡コンビが前受けその後今日は短期となります1番の泉翔吾ですこちらも117期生 この泉正吾も直前の平でも初日特選は2着で好発進も準決勝及ばずしかし2連隊を果たしています1番の泉ですその後ろからは九州もう1本別線で3番の長松空護こちらは123期生直前の豊橋準決勝ではまくりがきれいに決まって 決勝戦三着までの勝ち上がりを見せています。三番の長松には、後ろ五番の東谷翔太、スキル下がりの選手です。そして、前へと上がってくるのは、四番の児玉、そして七番の坂本。さあ、四番、児玉と坂本といった関東勢が、まずは積極的に出ました。第二コーナーから。 バックストレッチに入って4番の小玉雄一先行体制でさあ残り主半金がなります7番の坂本が2番手3番手、車間が空いてここは6番の上野が3番手ここから発進2番の中園を連れています4コーナーからホームストレッチ外から6番の上野が先行を取っていったさあ6番の上野がかましてそして2番の中園が2番手の位置さあ1番の泉もうまく3番手を立ち回って第2コーナーからバック今度は1番の泉が自力で短期まくりそれに乗ってくるのは は3番の長松だ3番長松が番番の泉のの泉後ろにうまく乗ってきたさあ3番の長松がチャンスか後ろからつってついてくるは5番のさ谷直線勝負に入って3者の独占体制インコースから5番の當谷でしょうか <noise> 最終バック1番の泉まくってそれにうまく乗ってきたのは3番、5番といった九州勢内をついてきた5番の當谷 外から伸びるどうでしょう、1着通過は5番の戸谷翔太、そして2着の通過ですが、1番の泉がどうやら2着残った感じでしょうか、3番の長松が3着通過が